のりまさ TV が始まります。はい、皆さんこんにちは、のりまさです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらですね。パコン、ウインナーカレーパン、ウインナーとカレーソースを絡んあ、ふく、うん、包んだドーナツ、ウインナーとカレーソースを包んだ、なるほど、カレーパンの中にウインナーが入ってると的な感じでしょうかね。125円ですね。メニューストップさんで購入いたしました。このカレーパンというかね、この、ドーナツというかの独特のこの香りがね、食欲をそそりますけども、こんな感じですね。いただきます。あ、なるほど、いきなり言いました、ウインナー、普通にうまいですね、このウインナー。ただ、何カレーソースが出てこないですね。この、まあ、ちょっと入ってるかなという感じですね。まあでもね、ウインナーいるカレーパンと思えばね、ちょっとお得な気分というかね、だと思いますけどね。温めると美味しいですね、これ多分。温めると美味しい。ちょっと語弊がありました。温めるとさらに美味しい。ではないかと思います。はい。ということでありがとうございました。まあ、なかなかこういうのね、温めて美味しいってよく私も言ってますが、実際温めるってことはほとんどないですね。それはうちに電子レンジがないからです。ではないですね。そうじゃないですね。まあ、後で気づくっていうかね。そういうことが多いだけなんですね。はい。ということでありがとうございました。一袋で366キロカロリー。まあちょっと多いかなって感じですけどね。まあいいんじゃないかと。ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしました。ミニストップさんで購入いたしました。ウインナーカレーパン。ウインナーとカレーソースを包んだドーナツ125円でございました。ありがとうございました。